新規プロジェクトを開くときに、プリセットから選ぶみたいなところの画面を、にあります。これはデモプロジェクトっていうところにあります。で、立ち上げるとこんなになっててですね、ほら、来た来た来た。いや、かっこいいよな。で、これが、まあ本当に、中のこれ、あれ、テイクも全部見れるのすごくないですか？他のテイク。別のテイクこうやって切り替えて見れるっていうのはかなり貴重ですよね、これね。それで、これ、またボーカルのね、重なってるやつですね。最高ですね、これ。最高。ハモっすね。このハモだけ聞けるのマジ嬉しいな、なんか。ハモだけ聞けるやばいな。2本ずつ、2テイクぐらいずつやっぱ重ねてますね。同じ音程で。これいい。すごいエフェクティブなボーカルですね。うわ、この設定見れるのやべえ。やべえ、やべえ、やべえ。うわ、使いてえ、これ使いてえ。で、これ分厚いですね。これコーラスでしょう、多分。ボーカルでパッド的なのを作ってるんですね、これはね。最高だ、これ。これはですね、ピアノでパッキングだ。A メロって言うんですか、こういう場合。ちゃんとね、これ見るとあれですよね、いらないとこをずっとベローってやんないで、いらないとこをちゃんと抜き差ししてアレンジしてるの分かりますね。しかもやっぱ音の隙間がちゃんとある感じですよね。シンプルですよね、かなり。結構重なってシンプルに聞こえてすごい重なってる音楽も多いんですけどね。ちょっとエフェクティブなこういうのも入ってるんですね。いや、こういう隠し味大事なんですよね。とはいえシンプルですね、相当。最高っすね。じゃあ今日はついでにね、ライブループスのサンプルプロジェクトが入ってるんですよ。それはそれで。こいいっすね、普通に。ライブループス、他の動画でね、紹介しましたけど、この縦軸で縦の全部のループがいっぺんに再生されるっていう、パートみたいなもんですよね。パートがどんどん変わっていくんですけど、このライブループさんのね、下にずっとこれがリミックス、俺の大好きなリミックス FX がずっと出てるの最高っすね。とりあえずこれで遊ぶっていうのはありますよね、ただ単に。
ちゃ楽しいんですよ。これだけで、なんだろう、ラップしたりしたら、もう曲じゃないですか。まあ、メロディー歌ってもいいけど。もちろんこれを元に、自分でループを入れ替えたりとか、組み合わせを変えて、新しいそのパートを作ってもいいしね。もちろんここに重ねていってもいいわけで。こういい、あの、まあこのサンプルプロジェクトから始めるのはいいかもしれないですね。ライブループスをちょっとそれで遊んでからちょっと実用化していくみたいな。いや、やっぱね、ロジックのループはいいんですよ。ちょっとマニアックめちゃめちゃすごいスタンダードではないですよね。ちょっとね、あのジャンルに対してちょっと個性的っていうか、そんな感じしますね。俺はあ、こうやって一個一個ね、もちろんこうやって再生して聞いて、気に入ったループを見つけたら、例えば新たなそのパート、その新たな縦軸空いてるところに持ってって、で気に入ったやつだけこうやって集めて、とりあえず本当パズルみたいな感じですよね。並べてやってみるみたいな。いや、これかっこいいっすよ。シンプルで、こういうちょっと SE っぽいね、音色とかいっぱい入ってますよね。ロジックループ、ロジックのループね。この DJ ボタンね、結構やっぱギタリストは逆にこういうのを押したくなっちゃうんですよ。で、まあ EQ、 これは大雑把なあれで、 EQ、 こうやって EQ ついてていじれるし、なんて言うでしょう、もうここで曲完結させられちゃうミュージシャン、タイプによってはいるんじゃないですか。エレクトロニック系とかはこれで作れちゃうと思いますね、うん、かなりいいのではないのでしょうか。相当いいっすよこれ。めちゃめちゃいいと思います。おすすめ間違いない。